どうも、ゆきです。これを見たらわかりますかね。今日届きました、ソフトバンクから。22日、今日ですよ。カッター使って開けていきます。顔はもうそのうち顔出せします。ちょっと今はね、恥ずかしいから決心もつかないので、こう中途半端に途切れてるんですけど、うわー薄い。薄い。見えますか？見えるか？ぼやけてるかも。インカメで撮ってるからどうしてもちょっとあれかもしれない。iPhone 12 mini です。mini の100何ギガだったっけ ？120 いくらかなにしました。今これ撮ってるのがあの iPhone XR イエローで64ギガなんですよ。あ、そう、これへえ、これいいね。開けやすいわ。このフィルムはいいね。開けちゃいます。わあ。お？なんか。ここだけなんかちょっと。すりガラスっぽい、ここだけ。あとはもうここはガラスです。グリーン、お、ケーブルですね。ライトニング、お、ライトニング端子、ライトニング端子ですけど、多分ここ、
端子で、ここは多分おそらく USB-C でしょうね。すげえ。すげえ。不器用だからな。すげえな。デザインデッドバイアップルインカリフォルニアでいいのか。これだけ。お、この中にシール1枚。ピン。わ、ずいぶんとシンプルになりましたね。えらい違うな。シール1枚。皆さん箱って捨てる方ですか。これが今撮影してるやつの箱です。あのちょっとこれしか持ってないんですけど、あのこうやってあの何ですか、机の中に仕切り用としてちょっと使ってます。いい箱なんでね。それと比べるとこの大きさ自体も違うしね、ずいぶん上蓋だけでも薄くなってますよね。2個分か、すごいな、うん、じゃあこれで、ね、あのこれを使う場合に使ってた iPhone SE です。もう全然動きません。で、新しく切った iPhone ですね。よいしょ。iPhone SE。新しく切った iPhone 12 mini です。で、ずいぶん違いますね。あのすごい手に収まりやすいです、うん、いい、うん、厚みあ、でも厚みもね、うん、 iPhone SE1 世代と一緒ですね。ただここカメラ部分はどうしても出っ張ってしまうので、こんなこういうガタガタが生まれますけどね。でもなんかいいですよね。ちょっと
ごめんなさいね、自然光で撮ってるんで色味が伝わるのかちょっとわからないですけど、ここは、アルミですね。よく見たここに電源コネクタ、これ電源ボタン、アラーム音が鳴る鳴らないのやつでボリューム調整ですね。すごいですね。開けちゃいますけど すぐ開けちゃう。ここは変わらないので、まあちょっと、まあ、外観だけの紹介ですね。あとちょっと今から設定していくので、まあこれでね、ちょっとね、やっぱ64ギガだと、ただお絵かきしてる間、まあ、2時間もお絵かきするのもちょっと異常なんですけど、2時間分のその容量は確保できても、アップロードしようと思うと明らかにちょっと容量足りなさすぎて書き出しができないんですよ。書き出しができなくてなっちゃうんですよね。そうそう、なんでも結局足りないのに120、あんまり200いくらはどうなのかなとは思うんですけど、まあいっぱいビデオ容量取れてもいいなと思うんですけど、まあ、しばらく次の相方ちゃんはこれ iPhone12 ミニになります。いいかもしれない。また使ってみての感想をまた動画にあげようかと思います。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グダグダですみません。ベゼルがありますね。これは iPhone XR も変わらないです。で、電源ケーブル、ライトニング端子でした。普通に使えると思います。まだちょっと試してないので、また取り上げます。